皆さんこんにちは、バイオリニストの白見雅子です。今日はですね、またまた演奏動画をお届けしたいと思います。曲目はショーソン作曲の、ポエムという曲です。この曲はね、本当に私が大好きな曲で、実はベルギー留学の最後の試験である卒業試験のプログラムにも選びました。で、実はですね、前回の動画の次の日の本番の演奏動画となります。そのコンサートがね、どういうコンサートかというと、もともとは友達に、ベルギー人の友達に、ね、まさかこれよかったら出ないって言われて、ちょっとね、その、まあ、前日のコンサートのこともあったし忙しかったのですごい迷ったんですけど、そのショーソンのポエムを、まあ、今回卒業試験のプログラムに入れようってなってから、まあ、場数をね、踏んだ方がいいなっていうことで、あ、分かった、じゃあ出るって言って出ることになったんですけれども、後から何のコンサートか聞かずにその OK したんですけど、後から知ったのが、まあ、私が行ってた学校ルカっていうんですけど、その学校に要は、お金を出している支援者さんたちを、ご招待するコンサートということで、なんていうんですかね、偉い人とか、まあ、出資している方たちが来ている、まあ、コンサートということで、本当学校を挙げての割と大きなコンサートであるということが、本当多分ね、直前に分かりまして、やばいやばい、そんななんか爆発のためにとか言っている場合じゃなかったじゃないとか思ったんですけど、まあ、とにかくそんな感じです。で、本当に満席のお客様で、記憶では久しぶりに結構緊張した本番でした。まあ、そういうね、そのショーソンのポエムを一応初出しの場であるっていうのと、すごい満員のお客様っていうのと、まあ、そういうちょっと偉い方というか、まあ、学校にとっても大切なお客様がいらっしゃってるということで、ドキドキしたんですけれども、まあ、なんとか無事に終えられたっていう感じの、コンサートになっております。というわけでですね、私の、まあ、本当に大好きな曲でもあるんですけれども、ぜひそんなシチュエーションなどもまあちょっと思いながら聴いていただけたらなと思います。それではどうぞ。
奏者も飲めるっていう感じのがありまして、そこでたくさんの方にね、お声掛けいただいて、あなたの演奏すごい良かったよって、すごいたくさんの方に声掛けていただいたので、あーなんとか良かったなっていう感じで、終えました。というわけでですね、まだまだベルギーの動画も載せると思いますが、お楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。